します。うん。皆さん、こんにちは。時刻は12時を回りました。聞くだけで整うラジオ、気ままにヨガライフの時間です。パーソナリティは、心と体のバランシングサロン、セラピストのデコです。あれ、ハグハグ言わなかったな。ごめんなさい。よろしくお願いします。さて、今日はですね、まなみさん、すごいいいんですよね。はい、私、すごいドキドキワクワクなんですけど、はい、なんと、ズームでゲストを、お呼びしてるんですけど、うん、どこからはい、さあどこなんでしょうか。はい、もうびっくり、皆さんわかるかな。なんとフランスからゲストが、はい、ゲストつないでますっていうこと、はい、ね、ね、初めてです。ヨーロッパ圏とつないぐってこうズームでお話しするっていうのがなんですけど、はい、ね、つながるのかなったらやっぱりすごいですね。ね、もう今すごいですね。本当にどこでもつながってしまうという感じなんですけど、さて今日はフランスから素敵なゲスト、マノン由美さんにお越し、はい、来ていただいてます。ありがとうございます。由美さんよろしくお願いします。なんと由美さん、フランスは何時ですか？今朝の8時半です。あ、ね、もうありがとうございます。本当お仕事前なのにラジオ出ていただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。で、私からちょっと由美さんにのご紹介させていただきたいんですけど、去年ね、由美さんが沖縄に遊びに、カイラバさんのところに遊びに来ていただいて、その時は初めてお会いしたんですけど、取れる、発音いいですか？トレル、トレル、トレルユミ。東京生まれのパリ育ち、パリの郊外を育ってて、で、お母さんが日本人、で、お父さんがフランス人っていうことで、2023年からパリにお住まいになってて、で、今現在は日立のアステモ社の、経理のお仕事をされてるっていうことです。はい。さあ、由美さん、まさか、ね、何をされてる方かもお会いした時は全然、ね、はい、聞いてもなかったので今回初めて知ったっていう感じなんですけど。実際去年の6月はまだ、うん、日立で仕事、その時はまだ仕事してなかったんです、はい、ちょっとお休み、仕事お休みしてたんですね、ちょうど、うん、あ、そうなんですね。そう、はい、でもそっか、じゃあなんか充電期間で、あれですか、沖縄とか。そうなんです、ちょっと、はい、いろいろ、ちょうど、うん、いや、バクティヨガを始めた時だったんですね、はい、なのでその時ちょっと一旦仕事を辞めて、ちょっといろいろ考えたい時期だったんですよ。じゃあいろんなそういう、なんでしょう、ターニングポイントで、まあ、バクティとの関わりみたいなのがあるのかなっていうところなんですけど、なんか由美さんとそのヨガ、まあ、バクティヨガの出会いっていう、うん、アーサナのヨガもされてるんでしょうか。そうなんです、2019年に、うん、パリからスロバキア、はい、ウィーンの近くにブラティスラバという町があるんですけど、はい、ウィーンの近くね、でそのウィーンから2時間ぐらいの場所に越して、うん、そこで転勤だったんですよ、お仕事、はいはい、でその時も車の部品会社で経理の仕事したんですけど、うん、今と同じような仕事だったんですけど、うん、でそこで何か海外に行くと新しいことを、新しいことを始めたくなるんですね、はい、でその時にちょうどヨガ、私やったことなくて、妹がヨガを、アサナをやってたんで、うん、あ、
で、ヨガスタジオがあったので、その町にあったので、まあ、これをきっかけに始めようかと思ったんですね。それで、ヨガを朝のやってるうちに、で、その時はすでに瞑想に興味あったんですよ。それで、その前から瞑想に興味あったんですけど、いろんなその瞑想をやってみても、なかなか集中できない。なんかいつも何かを考え事をしてしまうので、まあ、私には無理だなと思ってたんですけど。それで、まあ、ヨガアサナとその、ちょっとその瞑想をやってみようかと思って、で、やってるうちに、それで、その後、まあ、コロナになって、もうヨガもできなくなって、まあ、スタジオに行ってできないので、で、自分で家で、できるそういうレベルじゃなかったので、ちょっとまあ、コロナ中はあんまりやってなくて、それで、で、やっぱりコロナの間に、もう誰にもあんまり外出できない状態になって、あんまり人との交流もできなくなると、いろんなその自分の内面とこう、向き合うきっかけとなって、で、やっぱり自分の中にいろんな、なんか不満だとか、すごい寂しさがあるんだなって、いつもなんか自分の外側に幸せをこう求めてて、自分の中にその幸せを、なんて言いますかね、見つけることができなくて、で、その時に、セラピー、サイコアナリシスって、カール・ユングっていう、心理学者が、すごい有名な心理学者がいらっしゃいますけど、そのカール・ユングの、教えに基づいたそういうセラピーをやってたんですね。そのフランス人のなんかセラピストと、で、ズームでやってたんですけど、でもそれをやってても、なんか、例えばまず人を愛するためには、まず自分を愛さなければならないとか、そういうのがあるじゃないですか。で、それをやっても、なんかそれをやった後に、あ、これで私は幸せになれる、これで愛することがきっとできるだろうと思って、なんかそれで、そのコロナがちょうど終わって、その時は2022年、2000、そうですね、2022年の時に、あ、これで大丈夫だみたいな感じで、で、思ってたら、それでその時に、まあ、そのスロバキアのなんか、一人の、ヨガの先生であるなんか男性と付き合い始めて、で、その人が、バクティヨガを紹介してくれたんですね。で、いろいろなんか最初は、例えば、その時の彼氏と付き合い始めてて、すごい幸せだったんだけど、でも、なんだかわからない理由で、2ヶ月とか3ヶ月ぐらい経つと、またなんかすごい、いつも喧嘩し始めたり、なんか、もうなんか、それでも、私はもう何をしても幸せになれない、 どのようにそういう、なんだろう、やっぱり魂って永遠の幸せを求めるのが当たり前なんですよ。その魂の本質がそうなんですよね。永遠に幸せであることが魂の本質だから、やっぱりその本質に戻りたいんですね。やっぱりそういう欲っていうのが、望みが誰にもあるんですよ。でもやっぱりそういう物質的なんか、からいつもなんか、人との人間関係の中でも、体に執着して、その意識が体にあるんですよ、魂になくて。そういう意識で、物質的な意識で人間と関わるから、だから幸せになれないんですね。で、それでやっぱりその心理学、心理学とかセラピーやってても、やっぱりなかなか、なかなかその変化が起こらなくて、自分の意識の中に。で、その時にバガヴァッド・ギーターと出会って、
で、あ、そっか、本当に、愛、なんか自分を愛したり、人を愛したり、なんか、あと永遠に幸せになるためには、やっぱり神様という存在は欠かせない。なんか、やっぱり魂っていうのは神様の一部であるから、神様との関係を取り戻さなきゃいけないんだって、その時になんか納得したんですよ。なんかずっと私、神様という存在がいらっしゃると、どこかでこう思ってたんですけれども、そんなに重要視してなくて 自分の幸せは自分でなんか心理学とかで自分でなんか見つけられるだろうと思ってたんですね。やっぱり、あ、そっかって感じで、その確信っていうか、その信念が生まれたのは、その事実を、バクティヨガの先生方とか、そのディボーティ、原神者、バクティヨガを実践やっしてる、ている方と出会って、彼らがすごく、あ、この人たちはすごい幸せそうだなと思ったんですよ。すごい幸せ。で、その幸せ、なんかその一時的な幸せじゃなくて、いつもなんかこう安定して満足してるっていうか、で、あ、そういう、そうですね、そういうふうにこう、で、バクティが生まれるきっかけって、それなんですよ。バクティを実践してる人とか、バクティの先生と出会うことがきっかけで、バクティが、信念がこう生まれる。で、そのバクティヨガを始められるっていう。そうですね。それで、そんな感じですね。どのようにバクティヨガに出会ったかというと。で、だからそれから、アサナ少しまだ続けてるんですけど、でも私にとってヨガの中でアサナというのは、もちろんその体と心をつなげるっていう、そういう、あとなんか意識を集中させるのもすごい大事で、そういう意味で、軽くアサナはやってるんですけど、やっぱり今の私の中心の、活動と言いますと、やっぱり、クリシナへの、献身奉仕というか、バクティヨガですね。ですから、毎日2時間、お数珠でね、このお数チャン珠ティで2ング時間、ハマントラを唱える。だから、お経ですね。お経に似てるんですけど、あと、バガヴァッド・ギーターの勉強だとか、で、このセンター、今私が座ってるところは、パリにあるバクティヨガのセンターなんですけど、で、いろんな人が毎日来て、そのバク、あのバガートギーターの勉強を一緒にしたり、一緒に、キルタン、一緒にマハマントラを歌ったり、で、それをみんなでやるっていうのが、もうバクティヨガなんですよね。あと、例えば、食べるヨガ、食べ物をクリシュナに捧げて、お料理とかして捧げて、それを食べたりとか、そのいろんな、そうですね、今の私の生活の中で、バクティヨガがありますね。すごい。私も本当に去年、ジャガタリーニさん、そのね、ユミさんとお友達のジャガタリーニさんがカイラボさんのとこに来て、で、多分1週間ぐらいいらっしゃった時に、初めてなんか濃く、週、あの時3回ぐらいかな、一緒に、やんばるの滝に行ったりとか、あと本当にカイラボさんのお部屋で、そのアラティティ、ちょっと儀式とか、一緒にキルタンやったりとかっていうので、なんか私はそこ、本当にお二人のおかげで、そこからスイッチ入ったんですね。すごく、だから本当にやっぱり献身者との交際ってやっぱりすごく大切だなっていうのと、で、お二人が沖縄のそのサンガに参加された時に、フランスのそのバクティとはどういうことかっていうか、日常のお話をしていただいて、なんかすごくそれがみんなにとっても良かった、あ、日常にあるんだっていうことをなんかすごく落とし込めたサンガだったし、だからそこから行って、で、私その秋に夏春頃いらっしゃって、初夏にいらっしゃって、で、秋にインド行けたんで、なんかすごい流れ的にはもう私にとってはもうお二人に大感謝っていうとこなんですけど、で、
フラサーダムも本当に美味しい気分で、あ、フランス、もう、こう、ジャガタリーニはすごいね、料理が上上手手でしたね。で、彼女にまた学びました。ね、食べ物ね、由美さんもそういう、なんかすごく一生懸命一緒にされてたんですけど、ね、そこで歌っていただいたティールタンがすごく素敵だったので、今日はちょこっとだけ由美さんにぜひラジオでも歌っていただきたいなって思うので、お願いしてもよろしいですか？そうですね、その時にカントリーロードのメロディー、耳を澄ませばっていう映画あるじゃないですか。すごい私好きな映画なんですけど、それでその中に日本語のカントリーロードのバージョンがあって、それですごくその日本語のカントリーロードの、言葉がちょっとアメリカの本当のその本来のカントリーロードのちょっとその少し違うんですけど、すごく私がそれが好きで、その役が。で、元のそのふるさとに戻るっていう意味じゃないですか。ですごいそのバクティヨガって本当にそうなんですよ。どこか知らないところに行くんじゃなくて、魂はそもそもクリシナの体の一部っていうか、いつもクリシナと一緒なんですけど、意識が一時的に今は物質世界にあるんですね。体にある。その意識を戻すだけなんです。本来の、その自分のふるさとであるその精神世界に戻るっていう。そういう思いを込めてちょっと、そうですね。そんな感じで。ありがとうございお願いしまます。す。ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレハレ、
ハレラマ、ハレラマ、ラマラマ、ハレハレ、ハレクリシナ、ハレクリシナ、クリシナ、クリシナ、ハレハレ、ハレラマ、ハレラハレハレ。あれ、クリスナ。素敵、ありがとうございます。なんか本当に魂がね、源に帰っていくような感じで、もうなんかすごくいいですね。涙出てきいいメロディーですよね。ねえ、本当に、なんか。実はなんかカエラバさんの娘さんがピアノができるんですね。で、彼女と一緒になんかキルタン歌いたいなと思ってて、でそのカエラバさんの娘さんが「あ、カントリーロードだったら私わかるよ」とか言って、でカントリーロードのそのメロディーを彼女が弾き始めて、でそしたらなんか「あ、マハマントラいけるじゃん」と思ったんです。そこで それで思いついたんですよ。あ、じゃあ去年来てからって感じですか？なんかその一緒に、カ一ラバ緒さにんの娘いさんて。と一緒になんか家でなんかちょっとやってたら、あ、カントリーロード、マハマントラいいじゃんって感じ。それで、私全ずっ然となんか歌ってるのかなと思って、持ち歌っていうか、なんていうんですか、もうずっとフランスとかでやってらっしゃるのかなって思ってました。なんか、で、その後に、カエラバさんの娘さんのおかげで、サンダのおかげで、その後に、結構何回かパリでも歌いましたけど、パンダのおかげで、そうなんだ。思いついたそうはい。ね、すごいいいですね。それもなんかまた素敵ですね。なんかね、自分でっていうよりもまた そのサナのね、また助けでというか。も、例えばカエラバさんの、音楽は、私すごく、インスピレーションすごく励まされるというか、すごく私やっぱりパリのヨーロッパの方がまあ長いんですけど、やっぱりその日本の音楽を聴いたり、その日本の映画を見て、例えばジブリの映画とかその音楽がすごい好きなんですけど、日本のそういう一応その日本人としてのそういう文化というか、その心がすごく日本とつながってる部分があって、でそこでそのバクティヨガを一番最初に始めた時に、これってちょっとインドの文化ってなんか異文化な感じがするんですよ。ちょっとなんか、私別にインド人じゃないし、なんでバクティヨガやらなきゃいけないのみたいな、なんかそういう意識がちょっと最初あって。でその時に、ガタリニが、アチュタ・ゴピさんを通じて、実は3、4年前にカエラバさんと出会ったんですね。で、その時に、ジャガタリニと私が出会った時に、ジャガタリニが、あ、カエラバ・キルタンという素晴らしいアーティストがいるよって言って、それでカエラバさんのキルタンを聴き始めて、で、その時にそのカエラバさんが、そのバクティヨガの文化と日本の文化をこう、合体したような感じの、そういうご自分のメロディーを作っていらっしゃるじゃないですか。それがすごく私にとってすごい、すごくその時に助けられたというか、今でもすごい聞いてすごく励まされましたますけどね。そうなんですね。素そう、晴カエらラしいさですんね。の、日本の皆さん、日本のバクティヨガの実践していらっしゃる皆さん、本当に素晴らしい。ね、今、まあ、日本の文化を取り入れつつ、どうやってこう日本人にとってバクティをもっと、ね、親しみあるものにできるかっていうことで、なんかいろいろやってるところなんですけど、みんなで。なんか
あっという間に、あっといそううで間に、すね。お時もう、間ごがめん来なてさい、しまっ私がたんちょっですと。けど、いえいえ、なんか、話、多分もっともっといっぱいあると思うし、もっともっと私もいっぱい聞きたいことあるので、ぜひぜひまた本当に出ていただきたいなって思ってるんですけど、イムさん、なんかありますか？なんか付け足すことっていうか、ちょっと。そうですね、私が一番勉強になったのは、その前はヨガは自分のためにやってたんですよ。自分の健康とか自分の幸せのためにヨガをやってて、それでバクティヨガを始めて、そのヨガってその、そう、自分のためじゃなくて神様のためにやる。で、なぜかというと、その魂の本質って神様を愛するのが本質だから、神様を愛すること、神様に奉仕をすることで魂が満足できるんですよ。だから自分、もちろん魂は自分の満足を追求するのが自然なんですけど、その自分が満足するためには神様とつながらなきゃいけない。人のために、やっぱりもちろん、例えば人にプレゼントしたりとか、人に尽くすことで、その喜びがもっとあるじゃないですか。だからそこがポイントだなと思って。そうですね。そこをもうちょっとま次た回。次回にっていうところはい。で、はい、わかもうりま今し日は本当にた。ありがとうございおまし忙た。しいところありがとうございました。ぜひまたこち出らてこくだそ。さい。本当にありがとうございまあしりがとうごた。ざいま嬉す。しい。ありがとうございまございした。ます。OK です。はい。消えちゃった？出ちゃったんなんか出だ。ちゃった出よちゃったんだ、割と思ったから。ゆみね。さんって出なくてもよかったんだけど、もう一回つなぐ。